はい、皆さんどうもピーマンです。というわけで今回妖怪ウォッチ2本家実況5回目になります。今回の実況では頼み事のキークエスト鉄兵認めないよ、こちらの方をねプレイしていきますので、こちらの、頼み事は桜第一小学校の校庭でトラブル発生、サッカーをやっていたクラスメートの間で何やら揉め事が起きているようだ、大変なことになる前に様子を見に行こうですね。じゃあちょっと、学校の校庭見に行きましょうか。うん、さて鉄兵認めないよ、どんな感じの頼み事なんですかね。バイクが止まってる、邪魔いな。 OK、 アイピコンピコン、ちゃんと信号は守りましょうね、じゃないと悪いことが起こるんだ、怖いからね、やつが出てくるからね。 OK、 あ、ありましたね、頼み事が校庭の中ありますね。 OK、OK、わかりました、すぐに行きましょう。ちょっと自転車が欲しいね、自転車が欲しい。 OK、 どこにいる、どこにいるんだ、あ、いたね、こいつ話しかければいいのか、なんでやねん、ダニエル名前と喋り方のギャップがすごいね、完全外国人なのに関西弁喋ってるね、思いっきし。入ったやろ、どう見ても入ってたやろ、切れすぎじゃない、どうした、どうしたダニエル、なんでそんな怒ってんだ。あ、ピーマンちょっと聞いてくれへんか、ワイらさっきまでサッカーしててん、それでなワイの必殺シュートがバッチリ決まったんや、ほうほう、せやけどな、認めんねん、てっぺいのやつ認めんねん、てっぺいどうした、どう見ても入ってたやろ、入ってないよ、絶対にゴール入ってないよ。うわ、鉄平腹立つわ、鉄平の喋り方腹立つね、何その喋り方、ほらピーマンくん、こんなところに困っている方が。 OK、 来ましたね、じゃあこの頼み事を解決していきましょうよ、ちょっと喋り方腹立つね、鉄平。鉄平くんがおかしくなった原因は夏の暑さのせいか、はたまたそうじゃないよ、んピーマンくん何か言いました、今ハテナハテナハテナってなってたね、鉄平が喋ったわけじゃないのか、ほら何も言ってないよ、誰だお前は、セリフ取られた、セリフ取ってないよ、かわいいなねえウィスパー、誰かいる、ちょうど今の鉄平みたいな喋り方だったよ、お、この喋り方はもしかしたら妖怪の仕業なのか、ひょっとしてピーマンもおかしなってしもたんか、おかしなってねえよ、俺はいつも正常だ、いつも俺はこんなんだよ、妖怪じゃないよ、わかりやすい妖怪だ、バカだね。OK、妖怪を手探していこう。はい、頼み事、鉄平認めないよ、発生いたしました。近くに妖怪がいるが、これどこにいるんだろうな。あ、反応近くあるね。あ、いや、いたいたいた。OK、いましたね。はい、見つけました。何これ、ちっちゃいね。ちっちゃいやつが3匹いる。何この妖怪、初めてになるね。おお、妖怪を見つけた、ちっちゃいやつが3匹、話しかけていこうか、なんか可愛いねこいつたち、見つけた、鉄平がおかしいのはお前たちの仕業だな、そうじゃないよ、認めん、え、妖、何これ、認めんっていう妖怪なの、なんじゃそれ、そうじゃないよ、おかしくなんかないよ、鼻毛出てないよ、どういうこっちゃ、なぜその流れで、絶対おかしいって、てっぺん取り付いてるんでしょ、喋り方も全く同じだし、同じだね、嘘つくんじゃないよ、そうじゃないよ、取り付いてないよ、鼻毛出てないよ、いや何お前、お前腹立つな、鼻毛関係ねえだろ今、いい加減認めなよ、ふむ、どうやら認めんこと、ことこそが、彼らの能力のようです、どんなことも認めない3人組の妖怪、その名も認めん、めんどくせえこいつ、それに一人は鼻毛のことしか言ってないし、彼らの出ている鼻毛を認めない、認めんのようですね、そうじゃないよ、兄たちはもう戦いの中でしか分かり合うことなんてできないよ、鼻毛出てない、お前もいいわ、腹立つなこいつ、3匹目腹立つわ。 OK、 対戦始まりましたね、あら、ちょっと今認め以外にも敵がいましたね、なんだ、初めての、妖怪との対戦になりますね、これは。砂を、認めんと砂を2匹ですね、倒していきましょうか。ジバニャン行こう。おお、ボイス付きですか。OK、OK、OK。ジバニャン行こう。だよね、だよね、じゃないんだよ。行くんだ、ジバニャン。お前の実力を見せてやる。はい、ゲッチ。おお、強いね、ジバニャン。はい、一気に3匹の妖怪倒しました。よかったよかった。
凄すぎる磁場にゃ、やばいね。はい、経験値9。お、暴露バーのレベルが上がりましたね。よかったよかった。お金は52円に、まずい漢方いらない。よかったよかった。そんな強くなかったね。まだミーたち負けてないよ。まだ認めんつもりか。さすが認め、名前だけがあるね。その名前だけあるわ本当に。いや本当に認めない人たちですね。でも3人ともすごかったよ。いいぴったしだったし。そこ褒めるとこそこ。え、そんなことないよ。どうした急に。急にどうしたんだ。褒められるの慣れてないよ。鼻毛出てるの知ってたよ。もういいっつってんな。鼻毛な、鼻毛コンプレックスも落ちすぎだろ。誰も突っ込んでねえよ。友達、初めての言葉。ピーマン、マイフレンド。ちょっと待って。これガキツカのやつだよね。法政マイフレンドのやつだよね。急に何言ってんだこいつ。面白いなこの妖怪。ならないよ。まだまだミーたちの好感度全然足りないよ。でももう取り付いたしないよ。鼻毛やっぱり出てなかったよ。何こいつ、腹立つわ。お、消えた。何だったんだあの妖怪は。あの妖怪は何なんだ。うん、味方がピンチになったアイテム当然ですね。はい、敵にもあげられるんでね。さて話しかけていこうか。ねえてっぺん、もう一度聞くけどさ、さっきゴール入ってたんだよね。入ってた、ゴール入ってたよ。認めたね。せやろ、 Y の必殺シュートが外れてるわけないね。ただの勘違いだったかもしれないよ。みんな間違ってないよ。あ、喋り方はそのまんま。てっぺんってそういう喋り方なの。もうあんなこと言わないよ。申し訳ないよ。この喋り方おもろいわ。あう引いとるやないか。分かればええねん。分かれば。本当すまないよ。ピーマンくんやりましたね。バッチリ解決です。ウィス。でもさ、喋り方戻ってないけど。え、知らないよ。また出てきた。ミーたちもう取り付いてないよ。鼻毛出てない。もういいわお前。もういいわ。もうしつけよ本当に。はい、頼み事で、認めないよ。バッチリ解決でございます。さすがです。ウィスパーに褒められちゃった。嬉しいな。さてアイテムの方もらっていきましょうか。何をくれるんだアイテム。シンプルバッチ、シンプルイズベストなバッチ、白いバッチ、程よい素早さを与えてくれる。素早さがプラス8、力がマイナス5ですか。こっちは真っ黒でかっこいいバッチ。どうして素早さが上がるのか謎。それはこっちにも言えるよね。シンプルバッチにも言えるよね。こっちは素早さが上がって揚力が下がるのか。上がるのはどちらも同じですが、下がるのが違うんですね。力と揚力、どっちを下げればべきかな。力でいいかな。はい、シンプルバッチの方でいいでしょ。ん、あ、ボーナスチャンス来ましたね。見ていこうか。どうだ、来い。また外れた。ついてないな、ピーマン。またも外れましたね。運がなく終えてしまいました。 OK、 じゃあ今回これで実況の方終了したいと思います。キークエストの1個目、鉄平認めないよ、無事解決いたしました。次回の実況ではキークエスト2つ目、コンビニにお客さんを、こちらの方実況していきますので、もしよかったら次回また見てくださると嬉しいです。じゃあね、ご視聴の方ありがとうございました。また会いましょう。